ました。さて、松田先生、今回はまた AI じゃなくて、まあ、健康中か、いや、今回は幸福の話ですが、往あ復、の、えー、あの、スタンフォード大学のアンドリュー・フバーマン教授という人が、まあ、これものすごい量の YouTube の動画出してるんですよね。以本当前にもね、先生、だいぶ紹介していただいてますよね。そうそうそう。私もで、間接的に参考にしてもらって、近赤外がいいんだとかいろいろ、近赤外もそうでしたっけ？でしたよね、確か。近鼻は明るくしてなんかやってましたよね。赤外の話で、このフあ、バーマ近赤ンの、だいぶ前にね、しましたよあのね。話ですか。でですね、まあ、特に今年の初頭で、冷水シャワーがいいという話。そうそうそう。あれも、あれも言っ言っててる人なですか。か。夏なりましたね。夏なんかもう冷水じゃなきゃダメだって、これに限るって言ってましたけど、今結構辛いっすとよ。んでもない人だな。それに関して言えばね、夏の間ね、冷水シャワーってね、全く意味がなくて、そうですね。確かみに。たいなもんだったんですよ。先生、あんまり脱線せずに、本題に。じゃあ、まあ、ともかく、フバーマン教授の、ものすごい量の YouTube を出してるんですよ。で、アメリカでね、その類のたくさん出してる人中だ。他に、まあ、AI 関係の人もいるけど、このフバーマンのはすごいの、どれも長いんですよね。でね、最近みたいなのが、その幸福の科学というかな。でも、まあ、ちょ、そういう宗と、教っぽくないですか、それ。ちょっと語弊があるから、まあ、幸福の科学的研究ということで、2時間半のね、あって、それをね、一応全部見たんですよ。で、最近ね、まずね、まあ、もちろん見たんだけど、長いの最初からみんなしんどいからね、まずね、YouTube、あれがあるんですよ。要約が上がってん。まずね、それよりね、トランスクリプトっていうのが上がってん。トランスクリプト書き起こしね。で、これが、まあ、向こうが出してるんよ。で、ところがそれをね、AI に読ませて、要約したというサイトが2つもあるのよ。で、1つが例のAI のね、なんとかゴーディクさん、アレクサ・ゴーディクさんか。のが1つ。で、もう1つあるんですよ。で、ゴーディクさんはね、どうもね、今年のね、5月ぐらいで辞めてるのね。そうそですれ以ね、降ないんで言ってすまよ。いでやめてますね。で、なんか起業するぞって言ってましたね。で、その他のもあるんで、だから、まずね、で、私は何やったかというと、その要約を見てね、この要約がまた長いのよ。というのは、なんせ2時間半ですからね、チャット GPT だったらこんな長いの要約しきれないのよね。だから普通20分単位ぐらいでしか要約できないのよ。チャット GPT はね。で、そういう、この要約はたくさんなってるんですよ。で、僕はそれをね、それを全部、読ませて、チャット GPT じゃダメだからね、クロードに読ませて。で、要約の要約を作ったんですよ。で、まあ、話の内容を把握してから見ると。そうじゃないとね、いきなりね、英語でね、まくし立てられても、ちょっとなかなかついていけないところがあるじゃないですか。というより2時間半はね、体力的にも持たないよ。というわけで、まあ、幸福になり方と、幸せになり方というのが科学的に研究されているという話です。で、まずね、人々は幸福を求めてるけど、幸福をね、科学的に定義するのはなかなか難しいと。例えば、体温とか心拍数のようなものは客観的な数値があるけど、ね、幸福に関してはね、はい、あなたは何点ですとかいう、そういうものは簡単にはないと。とはいえね、定義できないかというと、そんなことはないと。で、幸福とは何かというと、幸福とは幸福だと思うこと、感じることですよね。つまり、ね、すごい金があったって不幸だと思えば不幸だし、ね、金がなくったって幸せと思えば幸せなわけ。で、結局、幸福かどうかを感じるのは脳だっていうわけ。だから、これはね、脳神経科学の問題だというのがフバーマン教授の立場なんですよ。で、もうちょっと具体的に言えばですね、特に関係があるのがね、ドーパミン。のような神経伝達物質。これはニューロトランスミッターというんだけど、あるいは神経調節物質。ニューロモジュレーター。ドーパミンはね、両方の役割を果たすには。で、それとですね、まあ、これの量ね。で、どう、で、は、分かってることはですね、ドーパミンが、のレベルが低いと、幸福度は低いと。
で、ドーパミンのレベルが極端に高いと、これは躁状態だと。で、幸福かもしれんけど、躁状態で、まあ、良くないわけや。で、だからほとんどの人はドーパミンのレベルは、まあ、中間のレベルだと。で、ドーパミン以外にですね、もうね、関係する、まあ、ニューロトランスミッター、ニューロモジュレーターがあって、それはね、一つはセロトニンなんですよ。で、それからもう一つね、カテコールアミンと言われるグループなんだけど、このカテコールアミンっていうのは3種類あってですね、ドーパミンとアドレナリンとノルアドレナリン。で、アドレナリンとノルアドレナリンはね、びっくりしたり、恐怖を感じたりした時に出てくるんですわ。でもね、このドーパミン、今の3つはね、お互いにね、非常に似た化学物質で、まずドーパミンになって、それがアドレナリン、ノルアドレナリンみたいに、ね、まあまあなっていると。うん、というわけで、まあ、つまり言いたいことはですね、幸せかどうかっていうのは脳が、感じるかどうかということであって、で、それにはドーパミンの量が、まあ、かなり関係しておると。ですから、まあ、いかにしてで、ね、ドーパミンを増やすか。極端に増やすとよくないんですよ。今言ったように。で、はっきり言って、ね、極端に増やすやり方はもう明らかに分かっているんですよ。それは、誤解ですよ。うん、早くですよ。で、これを使わないで、とか、アンフェタミンとか言ってたかな。まあ、要するに麻薬ですね。で、これは明らかにね、ガーンと増やすんだけどね、これは使っちゃいかんわけだし、いろいろむちゃくちゃ障害があるからね。で、だからそれを使わないで、いかにね、ドーパミンをね、うまくコントロールするかっていうのが、まあ、重要なやり方だと。いうわけで、まあ、具体的な話を、これからするんだけど、まあ、これ話がね、長いからね、最初は一つだけやりましょう。これはね、前に言った話。で、それは光。うんうんうん。これは前言ったと思うんですが、これはね、もうね、非常にね、わかりやすいんだよ。どうすればよいかっていうね、極めてわかりやすいんだよ。まず、起きて、1時間以内に明るい光。で、理想的には太陽光を目に入れる。で、私の場合はどうしてるかっていうと、目覚ましでね、明るくなってくる目覚ましがあるんですよ。まあ、それをね、H 方の Y さんがくれたから、まあ、それは愛用しとると、うん。で、さらにそれだけじゃダメで、で、朝に散歩すると。で、できるだけ太陽の方を見る。太陽を直視するのは良くないけど、太陽の方を見るというふうにして、できるだけ朝には明るい、太陽光を浴びる。でですね、まあ、一日をね、八つに分けるっていうわけよ。ね。で、まずね、起きてから8時間。まあ、仮に6時に起きたとしたら、まあ、2時まで。でから、それから8時間。まあ、2時から8やったら10時まで。ね。で、それから8時間。これが寝る時間ですよね。で、明るさに関して言えば、最初の8時間は、気はできるだけ明るくする。で、できれば太陽光。で、次の8時間はですね、だんだんと暗くしていく。で、ただ、日没の時は太陽光を見るのが良い。で、あるいは太陽光を見なくても日没の時は明るくするのが良いと。で、夜はできるだけ暗くする。で、特に寝てる間はね、もう最低限にすると。うん、で、夜の午後10時から午前4時の間は目に明るい人工光を当てないということが、エッセンシャルであると。で、さらに夜はね、これはまあよく言われてることだけど、スマホを見るなと。それからスクリーンを見るなと。という話ですね。まあそうすればですね、特にね、朝ね、明るい光を見ると、ドーパミンの量が増えて、一日幸せに過ごせるよ、という話。まあこれはまあ前もお話ししたんですが、まあ、再度ね、フバーマン教授はもう一回言ってたからね。で、これが一番簡単なの。やろうと思えばできること。だけど、得てして逆になっちゃってますよね。今、昼夜逆転してる人多いし、昼間であっても太陽を浴びるなんていうことはほとんどなくなってますからね。昔の生活に戻った方がいいというような話なんでしょうかね。なぜかといえばね、なぜか明らかにね、人間っていうのは、ね、長年、夜は寝て、昼間はね、外でね、働くという仕事をやってきたわけですよ。ね。まあ、
ホームサピエンスになって数十万年ね。で、まあ、人間らしいものになってから、まあ、数百万年。そういう生活をやってきたわけよ。戦前でもね、またね、夜は、つまり電気代が高いっていうようなこともあったりするからね。で、やっぱり夜は暗くして、で、昼は明るく。で、今みたいな生活になったのはですね、やっぱりここ数十年じゃないかって。だからこれは不自然なわけですよ。で、つまりそれに人類は適応してないわけよ。というわけで僕、小林さんの意見を聞きたいわけやけど。ああ、そうですいや、ね。小林さんの生活を聞きたいわけやけど。いやー、ひどいですね。だから、そう考えてみると、なんか、文明の進歩があまり人類に幸福をもたらしてないかもしれないってことですね。まあ、おかげで、例えば食料の供給とか安定したし、医療のおかげで、まあ、寿命は伸びて、その生存の安定っていうか、そういう意味じゃすごく上がってる、生活レベルは向上してるかもしれないけど、幸福感だったら、それこそ原始生活してた人たちの方が幸福感高かったんじゃなかろうかって思っちゃいますね。で、私はスマホは持ってないんです。持ってないものは見れないんですけども、ただ、画面はどうしても夜遅くまで見ちゃいますから、完全に逆転生活なんで、まあそういう意味じゃあんまりそのドーパミンをよく出すような生活はしてないかもしれないですね。で、他の方どうです？安田さんどうです？や、僕はね、ちょっと最近スマホは見てしまってますね。やっぱなんか気になるんですよね。夜、あれ、なんかこうメッセージが来てるかなとか。で、でも、起きた時に見ちゃいますね。時間見、あの、スマホが時計なんですよね。だから、つい見ちゃうと、何時かなと思って見ると、その後、ちょっとこう、開いちゃうっていう感そじ。こですね。ちょっとチェックぐらいだったらいいんだけど、こう、SNS のタイムラインを延々延々見ちゃって、それやるとね、は、そこからまたリンクがあって、なんかね、変なニュースがあったら、ちょっと、今日はなんか統一教会が何々みたいな、見てしまうというのは良くないですね。自分で思ってるんですけど、なかなか、やっちゃうっていう。まあみんなそうでしょうね、きっとね。いやー、どうしたらいいんですかね。だいぶ前にね、その話、松田先生おっしゃいましたよね。なんか光をまず浴びた方がいいと。それから近赤外の話とか、なんかいろいろサーカディアンリズムというようなお話だったそう、りサーカディアンリズム。です。今日はなんかちょっと文脈が違っていて、幸福感という文脈でもおっしゃってるんで、まあ、いや、いろいろな意味でやっぱちょっと自然な生活がいいのかなと。改めてちょっと感じるとこですけどね。だけど人類はそうじゃない方向にどんどん進んでると。まあ、メタバースがもし今後急激に発展していったら、人類はこのメタバースの中で暮らすようになるかもしれないですし、最初にちょっと言ってたこれですね。カラーパスルーで、これかけて実世界の中で生活するようになれば、それでこもそ、ね、メタバースの中でも朝は明るくすればいいわけよ。そうですね。そうですね。むしろコントロールしやすくなるかもしれないですよ。あ、コントロールは、だから、やればできるというような話ですよね。まあ、ちょっとそういうのをちゃんと考えて、ぜひ、そういう研究テーマ、どうですか、塚本先生。割とね、ちょっと近いことやってるんですよ、研究。おお。明るさの調整というのをすることによって、まあ、その幸福っていうのはちょっと全然考えてなかったんですけども、その動向圏を大きくしたりちっちゃくしたりできるみたいなことと、まあそれに連動してですね、集中力が変わってくると。で、集中したいとき、リラックスしたいときっていうのは、まあ、明るさでコントロールするのがいいんだみたいなところは、ちょっとなんかこういうのを使ってですね、やろうとしてるところですね。幸せ。幸せ。だけどそんな感じなもんでしょうかね。なんか割と、その生理レベルの話でしたけども、本当はもっと、あれじゃないですか？工事レベルの、まあ、これからね、次々と、だから、この光の話はこれで終わりということで。わかりました。はい。じゃあ、そういうことで、続きがあるということですね。はい。